北斎を見に来ました。バスタ建物ね、素敵ですよね。何回も来てるんですけど、今回はスペシャルイベントでこの建物に北斎の浮世絵が書いてあります。この中にはさ、仏像があるんです。事前に、予約として11時から11時半に入るというチケットを購入しました。ダンスやったそこに。チーズいる？いらない。チェックインしなくていいでしょ。チェックインしなくていいと思うな。だからコート着てこなかったし。全部空いてるからいいね。コロナで結構いろいろしますけど。まずインフォメーション行きましょう。インフォメーションを先に行って、地下におります。あそこ行った、あ、奥さん書いた。このインフォメーションでいろいろ聞くことができます。勢いじゃない北斎もね、このブラッシュのテクニックを使って北斎が描いてるんだって。前に三井寺、滋賀県のそのお寺にお参りに行ったビゲローさんもコレクションすごいね、岡倉仏像とともにだよ。レフトジャパニーズアートコレクション。This is Fukugawa.
そうな。これはもう伝統的なお花に今でもね、私たちやってるわけだから歴史を感じます。吉原だって綺麗に洋服着てるっていうのを、綺麗に着物を着てるっていうのを書いてる。ウェルビーのドレス、ユーティフォルトのドレス、かわいいね、このちっちゃいミニチュアのさ、海とか山とか富士山もあるし、これどこだろうね。富士山がこんなに見えてたとこって一体場所どこだろう、ここね。シミでペンみたいので書いてらっしゃるんですよね。これ版画じゃないか。版画にしてもすごいな、これは、うん、すごいすごいすごい。スケッチだから、スケッチかな。うん、インコンペーパーって書いてある。すごい。対抗してる、ね、ちょっと違うんだね。ウェーブの方が浅い感じ、軽い感じ。このでもだんだん漫画見たくなってないね。そうそう、ちょっと梅津和夫さんっぽくなってるよ、この波が。そういう感じ。ウィンスロー・ホーマーはボストン出身の作家でございます。この人が生まれたところも息子を連れて行ったことがありましたね。これもビケロ。この人もこのブレイキングちょっと波に影響されて
どうですかこれ。これもすごいよね。またこれをここに来てくれるボストン美術館の。飲んでみました。ウォッカとレモンジュースとクラサオとそれから、ライチーが入ってます。爽やか、なんか酸っぱくもないし甘くもないしちょうどいい感じ。これをね飲みながらあのブルーウェーブを思い出してくださいっていうことですよね。北斎のね、おしゃれおしゃれね。三角形って素敵だね。こんなポケ初めて見ました。あんまりポケ食べたことないの私。全然ないんじゃない？初めてかもしれない。初めてかもしれない。
見るよ。お味どうですか。美味しいの。マグロがね、やっぱほらボストンで美味しいじゃない。でそれにお醤油がついてて、お醤油漬けになってて、ただ酢飯じゃなくて普通のご飯みたい。どうでしょう。どうでしょう。トロトロです。ああ、スイートポテトの味もするし、キャロットも入ってるけど、すごくなんか優しい上品な味ですね。塩気もちょうどいいし、甘くないし、一流レストランの味ですねこれね。モーマのようかモダンに出てきそうだ。かわいいね、これ何回見てもかわいい。手といいね、形がさ、かわいいのもベストだよね。2時間近くでゆっくり拝見させていただきました。現実の世界に戻ってきました。でもブルースカイだね。ありがとうございました。よろしくお願いします。それではまたね。